尾沼彩音は、日本の女性タレント。テレビ東京の番組、青春高校3年 C 組の元生徒で、同好系音部、地球の音の元メンバー。ミス ID では、カロナール名義で活動。ツインプラネットエンターテインメント所属。東京都出身。2018年5月21日より、秋元康とテレビ東京が手掛けるバラエティ番組、青春高校3年 C 組に、 入学希望者として出演し、合格。5月28日よりクラスメイトとして出演。出席番号は16。6月25日、同行系音部のユニット、ヘイ、スクールに、キーボーディストとして加入した。2019年7月29日、新木場スタジオコーストで行われた、ガールズフェスタ t g、CT、in 2 0 1 9サマーに出演した。8月16日、 自身の座長公演では超満員となり、スタジオ公演史上最大の立ち見客40人も出た。11月23日、カロナール名義で講談者主催のミス ID2020、東京ブラックホール賞に選出された。12月20日、生徒館で行われた第2回ラインライブオーディションで1位になり、番組内インフォマーシャルの登場権を獲得した。二千二十年一月十二日、 青春高校3年 C 組、君のことをまだ何にも知らないのカップリング曲で CD デビューした。レコード会社はユニバーサルミュージックジャパン、レーベルは参加の EMI レコーズ、参加曲はネバーエンディングタイムと好きならイエイイエイイエイ。オリコン週間シングルランキングでは最高7位を記録した。2021年3月31日。 卒業記念アルバム、また会いたいと思えるともに、人生で何人巡り会えるか、が発売され、オリコン週間アルバムランキングで13位を記録した。4月1日の放送会をもって、青春高校のプロジェクトが終了した。6月2日、自身のツイッターで LSP 専属、ライバーになったことを発表した。カロナアル名ギ青春高校3年 C 組としての出演については、 青春高校3年 C 組イベントを参照地球の音、地球の音、カロナール名義地球の音、地球の音でキーボードを担当シングルアルバムありがとうございます。